もうなんというかもう下関の伝統、歴史と伝統の三無法師さんに学んだ勉強法か。まあこんな感じですね。三無法師という階段ご存知ですか？はい、実はですね、下関の、お話でして、まあその辺にあの三無法師さんの像があるんですけれども、あ、それとあの三無法師さんの、あれは、像はね、その辺行ったやつ、過去の動画があるんでですね、それちょっとこの辺に貼り付けておきますんでですね、うん、昔はね、近づいたら音が鳴ったと思うんですよ。あの、お堂のところに像があって、あの、近づいたらベケベンと言ってびっくりするんですよね。それが、ベケベンは今なくなったと思います。あれもったいないかなと思うんですけどね。あとは、これ、ね、阿弥陀寺って僕読んでたんですけど、阿弥陀寺ってまあ、阿弥陀の寺でしょ？ね。あれね、阿弥陀寺って呼ぶらしいんですよ。というのが、安徳天皇さんをですね、大事にしてるってことで、阿弥陀寺って呼ぶらしいんですよね。これ知らなくて、阿弥陀寺って呼んだら、あ、間違ってんだ、みたいなね。ちょっと雑学。その三無法師さんに、学んだ勉強法というのを紹介していきたいと思います。僕は昔からやってる方法、土壇場になったらこれをやりやすくて。やり方でして、結構ね、僕は好きでよくやってるんですけどね。どんな感じかっていうと、三無法師さんのお話っていうのは、何だったっけ？法師さんが、琵琶法師のね、目が見えない琵琶法師の、法師さんが悪霊に取り憑かれて、平家ですね。平家の怨霊に取り憑かれて、それでなんか、お正がやべえと思って、あの、お経、般若心経をね、書きまくって、耳だけお経を書き忘れて、その耳があの悪霊に持って帰ったっていうね、そんなおちょこおしょうとのね、ドタバタ劇なんですけども、三無法師さん、もう体中にお経を書きまくるってことで、僕もね、なんかこういう勉強法するわけですよ、こういう。見えるかな。で、昨日は、研修で山口に行ってまして、山口でこういった、まあ、例えばこういった300ページぐらいのね、やつをね、講習でやったわけですよ。やってらんねえな、みたいなね。ことで、まあ話聞きながら、こういうふうにまとめるわけですよ。で、この300ページのものが、この A4 半分にまとまるわけですよ。ね。まあ、ここは出そうだから、みたいなところで言ってくれるんでですね。うん、まあ、そういうふうにして、僕は大体、出そうなところとか、こういうなんか過去問とかのポイントとかをね、A4 1枚にまとめて、大体勉強してるっていう感じですね。で、これをそのままですね、まあ、綺麗に、ちょっと僕字が汚いんで、テキストとかにパソコンで起こして、それを縮小コピーかけて、縮小コピーかけて、縮小コピーかけたら、アリンコ以下の字でですね、アリンコ、うん、もうすでにもうこの字って、アリンコレベルですよね。で、もう、なんか、なんだろうな、アリンコよりちっちゃいってなんだろう、米粒よりちっちゃいんだけど、まあ、そんな字でも見えるわけで、そしたらもう、消しゴムの裏に隠せるわけですよね。で、持ってくなら絶対そんなことしちゃダメよ。でもまあ、なんだろうな、それを思いついたのが大学4年生の時で、当時が、120何単位取らなきゃいけない中で、半分残してたわけですよ、半分、卒業までにね。で、まあ、4年生だから、もう卒業するしかないっていうところで、とにかくこの勉強方法でも、授業ではちゃんと出て、ちゃんと出るっていうかね、出なくていいやつは出なかったけど、落としたくないような単位はもう、こんな風に、全部なんかもう、こういう風に細かくメモして。で、まあ、コピーまで取らなかったですね。結局、こういうことをやってたら覚えるんですよ。でも、これ1枚覚えればいいだけじゃん、みたいなね。その合格するためにはね。そんな勉強法をしてましてですね。解説解説にならんな。解説にならんな。三無法師勉強法ですよ。もう、なんていうかもう、下関の伝統。歴史と伝統の三無法師さんに学んだ勉強法か。うん、もうこれで終わりだな。さあ、今日は何しようかな。だからまあ、まあ、人の話聞いても聞かなくてもいいんですよね。まあ、こいつ300ページぐらいのね、テキストベロンベロンってあって。ちなみに合格率は 30% ぐらいだから、まあ、こういった受験とかいうゲームはね、まあ、いろいろ攻略法があって、まあ、これだったら、多分、あんま学力ない人が受けてて 30% なんで、僕だったら多分、一通り目を通せば余裕ぐらいかな、みたいな感じ。あと、高学歴集団の中で、合格率が 30% ぐらいのやつだったらもう本当ガチでやんなきゃな、みたいなところがあってね。まあ、他にも、これはね、もう、得点率で合否が決まるんで、あとは、なんだろうな、受験生との戦いとかいう、まあ、合格率というか、まあ、そんな戦いもあるし、まあ、それだったらもう全部満点取りとかいうね、高得点の高得点での殴り合いという戦い方もあるし、まあ、なんだろう、試験の種類によってですね、いろんな攻略法というかね、そう、メタゲームというかね、そう、何をどういう風にすれば攻略できるかっていうのはね、違ってるんですよ。まあ、資格関係では僕はもうほぼほぼ隙がないように、
満点取り行くのかなっていう感じが、結局満点ゲームじゃんみたいな。ということでです、今日はこういった、不気味な耳なし方一さんに学んだ耳なし方一勉強法というのをですね、ご紹介してみたくやってみました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。これほんと不気味だよね。字下手だし。読めないですよね。まあこんな感じですね。まあ、ちょっと、あれが、量が多くなると A4 1枚になるんですけども、大体のものっても A4 半分とかにまとまる感じですね。これを常に見てればいい。ただ僕は字が汚いので、これは、パソコンにですね、打ち直して縮小とかかけて、こんな感じにするということです。